富岡さん、富岡さん、今夜も月が綺麗ですね。せっかく一緒の任務なんですから、少しは仲良くしましょうよ。俺は鬼を切りに来ただけだ。つれないですね。着きましたよ、吉原遊郭です。ああ、あら、もしかして富岡さん、来たことあるんですか？初めて来たような様子ではないですね。バカを言うな。個人的に遊びにいらしたことがあるんでしょうか？ない。そんなことより、俺たちの任務は宇髄と炭治郎たちの無事を確認し、必要であれば加勢してここに潜んでいる鬼を倒すこと。富岡さんったら話をそらしましたね。分かってますよ、そんなこと。あら、急に屋根の上に女の子が飛び乗ったわ。一体どうしたのかしら。様子を見に行くぞ。ええ。で、お前ら忍ぶと半々羽織じゃねえか。え、あなた伊之助くんなの？ああ、そうだ。悪いか、祭りの神のおっさんがこんな格好させやがってよ。ふざけんなってんだ。校長の知り合いなのか？ええ、この子は鬼殺隊の子ですよ。ナタグモ山での戦いで負傷した時に炭治郎くんたちと一緒にうちで預かった子です。待てよ、その声もしかしてイノシシの被り物をしていたやつか？そうだ、あの時はよくも俺のことを縄でぐるぐる巻きにしてくれたな、ハンハンバオリ。あれはお前が悪い。それにしてもお前、中身はこんな顔なのか。意外にも程があるな。うるせえ。まあまあ、二人ともこんなところで喧嘩はやめてくださいね。それより伊之助くん、他のみんなは無事なのですか？知らねえ。一緒じゃないのか？俺たちはバラバラに潜入してるんだ。あ、噂をすればもういつじゃねえか。おい、もういつ、こっちだ。え、やだ、大きい声出さないでよ、あんたバレちゃうじゃないの。善逸くんなの？ちょっと、いきなり人の顔見て笑うなんて失礼よ、あんた。お前、なんで喋り方まで女なんだよ。え、そう、そうかしら。あ、善逸、伊之助、よかった、無事だったんだね。炭治郎くん、だからといつもこいつも大きい声出すなっつーの。鬼にバレたらどうすんだよ。なんなんだお前たち、3人揃って女装なんかして。富岡さん、忍さんも来てくれたんですね。あの、宇髄さんの提案で俺たちが女の子のふりをして怪しい店にそれぞれ潜入して調査してるんです。なるほど、それは明暗ですね。明暗なのか。こいつらに女装をさせるとはさすがに無理があるだろう。3人とも可愛いじゃないですか。本当ですか？ありがとうございます、忍さん。俺は可愛いなんて言われてもちっとも嬉しくねえぞ。あら、あたりが騒がしいですね。オイラン道中ってやつか。こないだ宇髄さんが言ってたやつだな。うわー、今日のオイランも美人だな。ほんとだ、綺麗な人だ。ああ、美しいな。俺は興味ねえ。ちょっとちょっと、善逸くんは仕方ないですけど、富岡さん、任務の最中にオイランに見とれるなんてどういうことですか？俺は見とれてなどいない。ごまかさないでください。今目がハートになっていたじゃないですか。なっていない。なってました。なっていない。もう往生際が悪いですね。さっさと日を認めたらいいじゃないですか。忍さん、ナタグモ山の時も思ったけど、忍さんって富岡さんにやたら厳しくないか？炭治郎くんも炭治郎くんです。カナオに言いつけますよ。え、俺も叱られるのか。とばっちりを受けた。おいおい、胡蝶、派手に機嫌が悪そうだな。うずいか、元気そうだな。機嫌悪くなんかないですよ。変なこと言わないでください。うずいさんや炭治郎くんたちと連絡が取れなくなったから、念のためにと親方様に頼まれて私たちもこちらの様子を見に来ましたが、皆さんご無事のようですね。ああ、無事だぜ、ピンピンしてるわ。俺も絶好調で。俺はできれば帰りたいけど。では私たちの手助けは必要なさそうですね。ああ、
俺がいるから大丈夫だ。柱が3人も必要はない。忍さん、俺たちも宇髄さんの足を引っ張らないように頑張りますから。炭治郎くんがそう言うと心強いですね。では俺たちは帰るとするか。ああ、帰れ帰れ。帰り道に夫婦喧嘩するんじゃないぞ。はあ、誰の話です？富岡と胡蝶の他に誰がいるんだ？え、富岡さんと忍さんって夫婦だったんですか？な、違います。そんなわけないじゃないですか。だから変なこと言わないでください、炭治郎くん。あ、すみません。富岡さんもなんで黙ってるんですか？否定してください、そこ。あ、いや、帰るぞ。別に、富岡さんはここで遊んで帰ってもいいんですよ。何を言う、校長。あ、また喧嘩が始まった。さっさと帰りやがれ、二人とも。夫婦喧嘩は犬も食わぬってな。じゃあ俺は行くぞ。暇じゃないからな。俺は一刻も早く鬼を見つけて、大事な嫁たちを助け出さないといけない。ほら、お前ら三人も早く散れ。それぞれ店に戻りやがれ。はい、宇髄さん。ふん、しょうがねえな。戻ってやるか。俺は忍さんたちと一緒に帰りたいよ。何を言ってるんだ、善逸。戻るぞ。じゃあ富岡さん、忍さん、俺たちは行きます。はい、皆さんご無事で。炭治郎くん、頑張ってくださいね。はい、ありがとうございます。では帰るぞ、校長。言われなくても帰ります。なんなら別々に帰りましょうか。私は先に親方様のところに戻ってますね。では。おい、待て、校長。ちょっと待て、校長。話しかけないでください。まだその怒っているのか。さあ、どうでしょうか。俺が他の女性に花魁に見とれたからか。さあ、どうでしょう。すまない、見とれていたわけじゃないんだ。俺は花魁道中なんて見たのが初めてだったから、ついついどんなものかと目が行ってしまったんだ。本当ですか。富岡さんったら嘘はつけない性格ですから。本当に遊郭には行ったことがないんですね。本当だ、信じてくれ。俺は胡蝶以外の女性には全く興味がないんだ。富岡さん、今心の中で何を思いました？え、それは教えてくださいよ。私のことをじっと見つめて何を考えていたんです？そんなこと言えるわけはないだろう。いやらしいことですか？バカな、そんなわけがないだろう。じゃあさっきの花魁と私とではどっちが好きですか？なんでそんな質問をするんだ。そんなことわかっているだろう。わかりませんよ。だって花魁の方が何十倍も美しいじゃないですか。私なんてただの剣士ですから、肌も荒れますし傷も増えますし。そんなこと関係ない。そんな胡蝶が俺は。俺は何ですか？よく聞こえませんでしたのでもう一度お願いします。もういい、帰るぞ。待ってください、富岡さん。あらあら、今度は富岡さんが機嫌を損ねて先に行ってしまいましたね。だってこうでも言わないと気持ちを伝えてくれないんですもの。結局肝心のセリフは聞けずじまいでしたけどね。結局胡蝶と俺はつかず離れずの距離で一緒に帰ってきたのだが、俺はどうしてこうも口下手なんだろうか。せっかく一緒に任務に出向いて胡蝶が仲良くしようと言ってくれるのに、俺がそっけない態度で誤解を招いてしまう。帰り道、富岡さんは全く先に行ってしまうというわけでもなくて、時々ちらっと私の方を見ては進む速度を緩めてくれました。富岡さんなりに気を使ってくれているのが伝わってきて嬉しいです。親方様のおなりです。ご苦労だったね、義勇、忍。とんでもございません。音柱、
宇髄さんとかまど炭治郎くんたちの無事を確認いたしました。自分たちは火星の必要はないと判断し、宇髄もそう判断したので帰ってきた次第です。そうか、全員無事で何よりだ。早く悪い鬼を見つけて倒せることを祈ろう。宇髄さんや炭治郎くんならきっとできるはずです。私もそう思うよ。ところで義勇、忍、少しは仲良くなれたのかな？お、親方様、それはどういう意味なのでしょうか？私が今回二人を任務に向かわせたのは、もちろん天元たちが心配だったのもあるのだけれど、それだけではないんだ。お、親方様。気持ちは伝えられたのかな、義勇？何の話でしょうか？忍も素直にならないとね。え？いや、その…二人のことは、柱のみんなも応援しているよ。あの、申し訳ありませんが、おっしゃることが理解しかねます。まあ、その話はまたにしようね。ぎょい。ぎょい。この動画を見てくれたみんなは気づいたか？今回の富岡と校長の任務は、二人を仲良くさせるために俺と親方様で仕組んだことだったんだぜ。あいつらが来なくても、なんてったってこの俺様がいるんだから鬼に勝てないわけがないだろ。かまどたちも強くなってきているしな。チャンネル登録をして俺たちの動画をまた見てくれよな。最後までご視聴してくださったのですね。嬉しいです。よかったらコメントやいいねもしていってくださいね。チャンネル登録もしてくださるのですか？あらあら、これならまたあなたといつでも会えますね。次の動画もよろしくお願いします。それまでどうかお元気で。